しく照らしてくれる説明する言葉を無理して笑うこともしなくていいから何かあるならいつでも頼ってほしい疲れた時は肩を貸すからどんなに強がってもため息くらいする時もある共に立ち上がればまた動き始める一人じゃないから私が君を守るからあなたの笑う顔が見たいと思うから時が流れてく痛みと共に優しく照らしてくれる時に人は傷つき傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど自分だけのストーリー作りながら生きてくのだからずっとずっと マリアンヌこと鈴瀬マリアです。ユニットでセリマリで活動してます。今ね、こっちに。